こんにちは、ウェルカウンセラープロジェクトの北林です。私はカウンセラーさんの集客サポートを大体、10年以上ぐらいやっています。主にインターネットを使った集客をアドバイスしています。その中ででもですね、起業とか開業の話って質問っていうのはよくいただきます。今回はカウンセラーで起業したいけど不安な方へということでお話ししたいと思います。開業起業したいけどすごい不安で前に進めないっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、その場合ですね、一歩進めるために何すればいいかっていうとこと、まず何が不安なのか、考えてみる。紙に書き出したりとかして、どんなこと不安に思ってて、どんなことが心配で前に進めないのかっていうところの不安な要素っていうのを紙に書き出してもらうと、それ一つずつ解決していけば前に進めるかなと思います。で、今回は、よく出てくるですね、私が無料相談したり会員さんとお話ししている中でよく出てくる、5つの不安について、それぞれお話ししていきたいと思います。まずですね、多いのがそうですね、お金の不安、これ結構多いかなと思います。で、次に失敗への不安、これもよく聞きますね。で、あとスキル不足の不安、この辺もちょっと相談結構受けますね。実際は会員さんの中でもこういう話は聞きます。で、あと批判クレームの不安、これ仕事少し始めてきたらやっぱりこういうの聞きますし、スタートする前とかでもやっぱちょっとこういうの心配されてる方も結構多いです。あと集客への不安、大体この5つに集約されるのかなと思います。もし皆さんの中で違う不安があればそれ書き出してみて、また解決方法を考えるということをやってみられたらいいと思います。それぞれについてお話ししていきますね。お金の不安についてはおそらく大体この辺のことなのかなと思うんですけど、まず稼げるのかっていう不安ですね。実際カウンセリングを仕事にしていって独立して起業して稼いでいけるのかっていうことについてなんですけど、もしもちょっとこの辺心配であれば、今やってるお仕事っていうのをいきなり全部やめてしまってカウンセリングを始めるってことじゃなくて、今やってる仕事はちょっと続けていただいて、で稼げる見込みがついたら、自分のカウンセリングですね、で稼げる見込みがついたら、クライアントさんが少し増えてきたらとか、今の仕事辞めるとか、これだけのこっちのカウンセリングだけにしてみるとかっていう風にして、稼げる見込みが立つまで、今の仕事、それからもともとやってる仕事っていうのを続けていくっていうのがいいと思います。実際月収100万とかもっと超えてる方たちも最初スタートは兼業だったり別のお仕事しながらやってるって方が多いですから、最初からもうバーンってやめてしまって、これでいくんだっていう風じゃなくて、続けながらやっていくっていうのが安全だと思います。それから、開業資金の不安ですね。これ結構聞きますね。開業したいんですけどお金がありませんっていう相談を受けます。で、実際カウンセリングをやっていくにあたって、最初から、なんて言えばいいのかな、カウンセリングルームを借りてしまってとか、そういうことまでしなくても、やっぱり電話でできるカウンセリングもあるし、お金かけずにできる方法もあるので、最初はそんなに最初からこうドーンとお金をかけずに小さく始めて大きく伸ばしていくっていうやり方がいいと思います。で、そういうことで開業資金っていうのはそんなに最初ってすごくお金が必要なわけじゃないと思うんですね。最低でもそうですね、ホームページかブログ持っていただいて、もしくは SNS で集客でも構いませんし、で、あとパソコンとスマホぐらいがあればスタートができますし、あと電話ですね、電話でカウンセリングするなら電話、それからそうですね、LINE 通話とかスカイプとか、そういうのって無料で基本的にインターネットの通信料はかかりますけど、何ですかね、固定費がかかるわけじゃないので、スカイプ、LINE、Zoom とかで、とりあえず使うだけにもお金かからないので、そのあたりから使って始められるのがいいかなと思います。それから借金ですね。お金の不安の中でちょっとこう借金してしまったらどうしようとかいうところもあると思うんですけど、これ失敗の不安にもつながるところなんですけど、最初からちょっとお仕事辞めてしまって、
開業資金をどこかに借りて始めるとかしてしまうと、この借金の不満って出てくるので、最初はもう今してる仕事を続けながら、まあ、そのお小遣い程度とかそういうのでスタートしてやっていくのがいいと思います。はい、そして失敗への不安ですね。ここ多分借金とか恥ずかしいってことになるのかなと思うんですけど、借金については先ほどお話ししたので、まあ、最初からドーンとお金を借りてしまったりとか、高額投資をしてスタートっていうことじゃなくて、今できる範囲のことからスタートしていくっていうところがいいと思います。あとこれ恥ずかしいですね。多分こう周りの人とかに起業失敗しちゃったんじゃないみたいなとか言われてたりとかするのが恥ずかしいのかなと思うんですけど、まあ、これについては成功するまでやり続ければそういうこともないですし、あとそんなにですね、他の人って私とかが思ってるほど私のこと気にしてないと思うので、あんまり気にしなくてもいいのかなと私は思います。はい、それからスキル不足への不安ですね。これも結構相談いただく内容なんですけど、経験が少ないとかプロでやっていけるのかっていう不安が実際あると思います。経験が少ない方ですね、例えばそうですね、通信制とかのカウンセリングスキル、カウンセリングスクールしか行ってない方とかだと、ちょっとこのスキル不足っていうところは多分あるんじゃないかなと思うんで、その方たちはご家族とかお友達とかでもいいので、カウンセリングをやってちょっと経験を積んでいくっていうところですね。それでもまあもし不安だったらボランティアでもいいので、ちょっとカウンセリングの経験を積むっていうところをですねやってみるといいかなと思います。あとプロでやっていけるのか、ちょっとこの辺も結構不安ですよね。スクール出たばっかり、まあ、資格は取ったけど実際実践が少ないってことになると思うので、しっかりですねロールプレイングとかやってるスクールだとそんなに気にならないのかなと思うんですけど、ある程度まあカウンセリングできるんであればもうスタートしてもいいと思いますし、やっぱり不安であればまあご家族友達とかでやっぱカウンセリングやってもらって、お客様の声か書いてもらってとか、そういったことをちょっと積んだ方がいいとは思います。あと批判クレームですね。この辺はそうですね、よく最初の段階だと嫌なコメントとか嫌なメールが来たらどうしようとかいう相談あるんですけど、ブログ書いたら嫌なコメントが来るんじゃないかっていうことあるんですけど、アメブロとかワードプレスとかだとコメント受け付けないっていう設定があるので、まあ、嫌なコメントっていうのは来そうって思ってる方はコメント受け付けない形にしておくと不安の一つが減ると思います。それから嫌なメールが来たらなんですけど、まあ、これはそうですね、最初からそんなに来るものじゃないと思うんですけど、来たとしても自分の今のこうビジネスのレベルに合ったようなメールとか嫌なクレームとかしか来ない、メール嫌なコメントメールとかしか来ないので、ちょっとすれば対処できるようなものがほとんどだと思うんですよね。最初からまあ自分の想像範囲外のすごい怖いこととかって大体起きないので、まあ、ちょっと頑張れば対処できるっていうレベルだと思うんで、そんなに気にしなくてもいいかなと私は思います。で、ちょっとこうなんか起業していくとちょっと嫌なコメント来たりとか、まあ、嫌なメール来たりとか変なお客さん来たりとかっていうのいろいろこうちょっと自分で対処しないといけないようなことでいろんなこと起きるんですけど、それは次の自分自身がステージに行けるかどうか試されてるんだと思ってそれを対応してもらうといいかなと思います。それからクライアントさんからクレームが来たら、これもやっぱり結構気にする人多いですよね。あと変なクライアントさんが来たらどうしようとか、このあたりも気にしますよね。クレームについてもやっぱりちょっとその最初からすごいクレームって来ないと思うし、自分自身がちょっと足りないかなとか自分自身がちょっと不安だなって思ってるところがクレームで来たりするので、そこをちょっと改善していくとあなた自身の成長にもつながるので、それを改善していけばいいと思います。あと嫌なクライアントさん、困ったクライアントさんが来たらどうしようっていう相談も多いですね、実際ビジネスやっていかれる中で。でこれについては自分で、ビジネスやっていくっていうことなので、まあ、ルールですよね、その自分のカウンセリングルームのルールっていうのはしっかり自分で決めたらいいと思います。
で例えば夜中電話受けないとか、朝何時から何時までの間しか電話受けないし相談は受けないというようなルールをしっかり決めるといいです。カウンセラーの先生結構いい人が多いので、ちょっと自分が無理していろいろやってしまったりするので、そうすると結果的にしんどくなるので、ここからここまではやって、ここはしないっていうルールをしっかり決めて、それを自分で守っていくのがいいと思います。あと家族からの反対、これも結構これでやめてしまう方とかも中にいますけど、やっぱりこれお金のこととつながっていくのかなと思うんですけど、そんなお金になるかわからないようなことやってって言われちゃったりとかするのかなと思うんですが、このあたりについてはそうですね、まあ、ちょっと稼げる目処が立ってから、今の仕事辞めたりとか、ちょっとその、まあ、最初は、ね、家族に内緒でやってもいいですし、ちょっとこれで収益が上がってるんだよってことが分かったら家族も反対しないってこともあると思うので、まあ、そのあたりですね、ちょっと自分でやってみて家族の同意が得られるようになったら言うとかでも構わないとは思います。それから集客への不安ですね。集客の不安、これちょっとまあどうしたらいいか分からないっていうのを含めて結構あるのかなと思います。で稼いでる方は基本的にインターネットで集客してる方はブログ書く、ホームページ作ってインターネット広告するか SEO 対策する、それ以外に、SNS で発信する、もう大体もうこのあたりやってるので、これをすごくたくさんやるかとか、あと書く内容を工夫するかとかもそういったところの違いなので、やってることはすごく変わりがないので、そうですね、しっかりそうですね、インターネット、ホームページ作るで広告する、もしくは SEO 対策する、あとはブログ書く、 SNS で発信する、このあたりしっかりやっていけば集客はできるようになっていきますし、あとはそうですね、売れにくいことを一生懸命やるんじゃなくて、売れやすいことを一生懸命やるっていう風にすると売れていくようになるので、自分がどうしてもやりたいってことよりは売れるものっていうのに注目してやっていく方がいいかなと私は思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。今回お話ししたことなどでわからないこととかがあれば、説明欄に LINE アットのアカウントと LINE アットの URL を載せていますので、そこから質問していただければ、個別にもご回答させていただきます。それからですね、メールでも質問を受けていますので、ホームページ等からメールでご質問いただいても大丈夫です。あとこのチャンネルではカウンセラーさんの集客、それから売上アップ、それから企業開業についてなどもお話ししていますので、よければチャンネル登録してください。